ニローさん、どうぞ。はい、ポニー。私は奏、30歳の専業主婦。今日は娘の音符の予防接種のために病院に来た。ママ、この世で一番無駄なものは注射って知ってる？そうなの？ってそんなわけないでしょ。予防接種は音符のことを守ってくれるんだよ。そうだけどさ、娘の音符は小学1年生。注射が苦手で数日前からあの手この手で避けようとしている。グラド悪い作戦もダメだったし、逃げる作戦も失敗だった。まったく、音符は悪知恵も働くんだから。ちょっとごめんなさいね。年取ると何でもなくても咳出るのよ。そうですね。この人はフミさんというそうで、この病院に診察に来ているみたい。大丈夫ですか？あら、そんなところにも人がいたのね。年取ると目も見えなくてね。もう汚いよ。そうなんですか？でもママ、咳が出るならマスクしないとでしょ？それに病院だからマスクするのは当たり前だよね。そうだけど、そんな大きい声で言ったら。はあ？なんだこの生意気な小娘は。礼儀も知らないのかい？あ、いえ、なんていうか、その…礼儀？それならおばあさんの方が…おばあさんじゃなくてフミだよ。ちょく、どう見てもなよなよしてダメな母親。どうせ母子家庭だろ。老人に優しくすることも教えないなんて。え？なよなよ？母子家庭はちょっと違うんですが…なんか言ったかい？ママ、悪く言わないで。音符のママは世界一だよ。はあ？子育ても楽にできない、旦那にも従って生活できない、こんな女いい母親なわけあるかい。男女平等だかなんだか知らないけどね、母子家庭なんて楽なもんじゃないよ。そんなのフミさんの偏見でしょ。あっちゃんね、旦那が出世株でそりゃしっかりした家庭だったさ。子供もそれぞれ立派な職業についてるよ。出世株って今で言うエリートってことでしょ。多分そうだけど。音符もういいよ。出世株も知らないなんて呆れたもんだね。母親しかいないからこういうことになるんだよ。だいたい昔はもっと老人を敬っていたよ。なんてだって一番偉いんだからね。目上の人間に口答えなんてまあできなかった。嫌なことでも言うことを聞くしかなかったんだよ。それなのに今の子供と来たらちょっと思い通りにいかなかっただけで偉そうに、少しの苦労も我慢できずにすぐに離婚。親からして我慢がなってないから子供も生意気になるのさ。私がこうやってみっちり教えてやらにゃね。おんぷさん、どうぞ。あー、ママ忘れてた。どうしよう。大丈夫だよ、おんぷ。チクッとするだけだから。そんなことないよ。この間もチクってなったもん。なんだなんだ、注射が怖いのかい。注射ごときでピーピー騒ぐんじゃないよ。我慢が足りないね、この根性なしが。じゃあおばあさんが代わってよ。音符はやだよ。あ、音符。まあ、無事に帰ってこれるといいけど。ふにゃん、ふにゃん。ちょ、子供を怖がらせないでください。あ、聞こえないね。無理、助けて。あ、音符、大丈夫だから。ほら、行くよ。母子家庭でわがまま放題な親子にはちょうどいいわね。こうしてフミさんのおかげでだいぶ大変な予防接種になった。家に帰る頃には二人とも疲れ切っていた。疲れた。普通に痛かったし、体のあちこちが痛いよ。ママも体痛いんだ。大きくなった音符を抱っこしたぐらいでこんなんじゃおばあさんみたいだね。音符、
頑張ったご褒美のケーキ食べよっか。うん、ママ、音符が泣いて暴れちゃったからごめんね。ううん、誰でも苦手なことはあるもの。音符はよく頑張ったよ。ほら、大好きなショートケーキで元気出そう。うん、あのおばあさんが怖いこと言ってくるから余計に。そうだね、少し困っちゃったよね。お、ケーキか、いいな音符。あ、そうか、今日は予防接種だったからか。パパ、アルト君、お帰りなさい。ケーキ食べる？夫のアルト君はちょっとぶっきらぼうだけど、私と音符を大切にしてくれるんだ。うん、俺はお茶だけもらうよ。音符、パパの分も食べていいぞ。やった、パパありがとう。頑張れたか？うん、頑張ったよ。もうこれでしばらく予防接種はないんだって。音符安心だよ。だけど変なおばあさんがいてさ、カクカクシカジカプニプニ。そうか、まあ病院だからな、いろんな人がいるさ。でもそれは他の患者さんも困ってそうだな。そうなの、周りの患者さんにも咳をかけたりしてたから。でも大きな病院だし、もう会わないと思うよ。うん、そうだよね、予防接種は仕方なかったけど、少しの風邪なら病院に行かなくても治せるし。いや、無理せず病院に行ってくれ。カナデは貧乏育ちだからな。カナデの貧乏少女時代は貧乏少女シリーズを要チェックだぷに。私たちは一安心していたんだけど、数日後、やっぱり熱が下がらないね。そこまで高くはないんだけどね。頭もずっと痛いよ。予防接種の影響で熱があるのかと思って様子見てたけど、頭痛も気になるし、さすがにちょっと心配だな。そろそろ病院に行ってみた方がいいのかも。また病院？何か大変なことだといけないし、アルト君にも病院行ってみてって言われてるし。今日も下がらなかったらさすがに心配だから病院連れてってくれる？分かった。でも注射はなるべくしない方向でお願いしてくれる？そうだね、なるべくね。こうして私たちはまた病院へ行くことになった。病院？音符、大丈夫？抱っこしようか？ううん、大丈夫、ありがとう。もう少しで順番だからね。この間のおばあさんのような人が来ても心配だし、一人で椅子で待たせるわけにいかないよね。辛そうで心配だな。え、横入り？見えてなかっただけかな。あの、私並んでいて。なんだ、私が横入りでもしたって言いたいのかい？あの時の。なんだよ、またあんたかい。成長しないね。老人を優先にできないのか。いや、知ってるありゃしない。貧乏人はこれだから。あの娘も体調が悪いので順番に並んでいるのが辛そうで。だからなんだってんだ、子供が風邪ひくなんて当たり前のことだろうよ。そうやって順番も待てないような母親だから子供も我慢が効かなくなるんだよ。いえ、私たちはちゃんと並んでいました。見えていなかったのかもしれませんが、後ろに並び直してください。ママ、音符、大丈夫？少し気持ちが悪い。大変、一回座ろっか。どうしよう。けっ、どうせ仮病だろ。親子揃ってこれだよ。そんなことありません、娘は本当に。聞こえないね。私なんて耳も遠いし腰も痛い、おまけに膝が痛くて歩くのもやっと。今日だってやっとのことで病院まで来たんだ。それはひどいもんだよ、この親子は。だいたい少しの風邪ぐらいで病院に頼るなんざ、最近の母親は弱いんだよ。本当の顔色が。こんなところで立ったままじゃ。やっぱり少し休んでからまた並び直そう。
あの、すみません、やっぱりもういいです。ああ、人の話も最後まで聞けないのかい。失礼します。あ、こら、たく逃げ足だけは早いんだ、迷惑な人間ってのは。具合悪い、あの親子のせいでひどい目にあったわ。あんな患者を野放しにしてるから、この病院は評判が悪いんだ。患者の教育をきちんとしろ。あの後、椅子で少し休憩をしていたら、看護師さんが声をかけてくれて、音符はベッドで待たせてもらうことになった。大丈夫ですか？ありがとうございます。助かります。それから数日が経って、音符も少し元気になった。ママ、この薬苦いんだよね。仕方ないよ。老若男女は口に苦しって言うでしょ。頑張って飲もうね。療薬は口に苦しね。そうだっけ。まだ少し体調はいまいちみたいだけど、ここまで回復してくれてよかった。音符、病院の先生がもう一回見せてくださいって言ってたから、今日病院に行ってみようね。うん、わかった。だけど、あのおばあさんまたいないかな。そうだね。でもさすがにそんなに頻繁に病院にはいないんじゃないかな。だといいけどさ、こんなに苦い薬飲むんだから、今日こそは嫌なおばあさんに会えませんように。えらいえらい。こうしてもう一度病院へ行くことに。でも音符、もう少しで病院だからね。プニ公園前、プニ公園前。あっ、こらっしょいっち。ん？なんだい、このバスの乗客は老人に手も貸さないのかい。思いやりがないね。厳しい。音符、バスの中では静かにしようね。なんでまた会っちゃうかな。こんな狭い車内でまたこの間みたいに文句を言われたら困っちゃうよ。ひっそりと息を潜めて、見つからないようにしよう。バスが発車しますので、お座りください。あの、どうぞ。当たり前よ、若者が堂々と去ってんじゃないわよ、まったく。具合悪い、具合悪い。前の席に座っちゃった。静かに、静かに。あの、これ落としてませんか？ん？やだ、落としたら。ありがとうございます。はっ、自分で落としたもんにも気づかないなんて、どんだけぼっと生きてりゃできるのかね。まったく。おや、またあんたかい。懲りないね、本当に。見つかっちゃったよ。おい、またやってるよ。マスクとかしないのかな。あの人たち知り合いなのかな。ふみさん、マスク持ってないの？あ、音符、知らん顔しよう。ほら、もうすぐ病院着くしね。はあ、生意気なガキね、ほんとに。母子家庭で貧乏で教育もなってない親子のくせに。大丈夫の一言もかけられないなんて、なんてひどいな。ちょっと、あの人たち知り合いならなんかないのかな。こんな狭いバスの中で素敵巻き散らすとか、迷惑かけてるのわかんないのかな。どうしよう、何か言えば100倍になって帰ってくるし、他人ですなんて大声で言うことでもないし。くんぬぬ。総合病院前、総合病院前。着いた。神様、仏様、ありがとうございます。音符、行こう。息苦しかった。今日はパパッと診察して帰ろうね。うん、そして二度と病院に来なくていいように、風邪ひかない。そうだね。老人が体調が悪くて歩くのもやっとだっていうのに手も貸さないのかい。あの親子は同じバスに乗ってきて、私が具合悪いのを知ってるのに知らん顔よ。なんなの、あの人。もういいよ、ママ、ほっといていこう。ほら、あのピンクの服の親子だよ。手伝ってと言ったのに無視して言ったのよ。何、どうしたの？大丈夫？ママ、受
受付まで連れてくればあとは病院の人がやってくれるもんね。え？あのふみさん、受付までお手伝いします。ああ、当たり前だろうが、早く肩を返しな。最初からなんでそうできないのかね。出来損ないが。ママ、もうなんで私がこんな目に。だけどほっとけないよね。お帰りください。どうしてですか？私たちは診察に。あ、申し訳ありません。あなた方はもちろんどうぞ。しかし、その方をお入れするわけにはいきません。ちぇ、この親子と一緒なら入れると思ったのに。え？どういうことですか？その方は、仮病で病院に来ては迷惑行為ばかりで、出入り禁止になっています。仮病？そうだったの？え？違うわよ、今日は本当に。いつもそう言うんですよね。ちょっとあんた、なんとか言って。このままじゃ倒れちゃうわよ。そう言われましても、別の病院とかは。そんなの、他の病院にも来るなって言われてるの。ねえ、お願い、一緒になんとか言ってよ。それはなんとも。それではお引き取りください。ちょっと待ってよ。本当にこのまま私が倒れちゃってもいいって言うの？はあ、自業自得だね、狼少年みたい。なあ、本当？狼に食べられたのは赤ずきんちゃんで。違うよママ、嘘をつきすぎて誰にも信じてもらえなくなった人の話だよ。それにどうせマスクせずに病院でわめき散らしてたせいで体調悪くなったんでしょ。え、ああ、それは。大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいね、夫に連絡しますから。はあ、夫？はい、夫はこの病院の経営者なのでお願いしてみますね。嘘、母子家庭じゃない上に夫がこんな大きな病院の経営者。そんな。ママ、脈が少し早くなってるよ。なんであんたがそんなことできるのよ。本当は医学にも興味があるみたいで。はあ、この年で医学？もう、わけわかんないわ。こうして、病院の迷惑ふみさんは無事に診察してもらえることになった。その後、ふみさんは3つのウイルスに同時に感染していたことが分かった。少し入院をしたけど、元気に回復して無事に帰宅したんだって。もういいお年なんですから、おとなしくしてくださいね。はい。今回のことで、お医者さんや看護師さん、それに駆けつけた息子さんにもこっぴどく叱られて懲りたみたい。母さん、俺に母子家庭で育ったからって恥じないようにって言ってきたのは母さんじゃないか。こんな恥ずかしいことは二度としないでくれよ。ごめんなさい。実はふみさんは女手一つで息子さんを育てたそうだ。音符はというと。はい、チクッとしますよ、大丈夫だからね。音符、リラックスだよ。私の間違いでもう一つ受けなきゃいけない予防接種があった。ごめん、本当。はい、おしまい。よく泣かずに頑張れたね。うん、パパが教えてくれたの。計算式をいっぱい考えてるといつの間にか終わるよって。本当だった。本当、すごいすごい。病院はみんなで助け合って安心できる場所であってほしいな。かなでです。音符だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。予防接種って何であるんだろう。まあまあ、喉元すぎれば火もまた涼しって言うじゃない。言葉も使い方も違うよママ。あれ、よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おうね。